備前西地域という謎の列車がいた。女子鉄マホロとパン先輩のゆる鉄動画、水としあき。皆さんこんにちは、ナビゲーターの女子鉄マホロです。今日は岡山駅に来ています。瀬戸大橋線のホームへ向かいます。次の瀬戸大橋線の列車は備前西地域という謎の列車。午前中に1本だけあるレアな列車で、岡山駅から2駅目のほぼ普通列車しか止まらない謎の駅が終点の列車です。213系2両編成で運転します。まもなく発車。8番乗り場から旧備前西行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。6番乗り場に停車中の列車は11時35分発特急塩風9号松山行きです。ご乗車には乗車券を使い瀬戸大橋線の普通列車は乗客に対して少なすぎるので、快速通過駅でそこそこ利用者が多い大本駅と備前西市駅を救済するためになんとか増発した列車だったのです。備前西市駅についてはまた別の機会に動画を作ろうと思っています。ご案内はナビゲーターの女子鉄マホロ、監修は中の人としあきでした。